はい、どうも、小林です。今回は通称 EO と呼ばれている毎月改装設計図に必要な勲章や戦果がもらえる階級の 2-5 です。特に設計図が足りなくなる初心者は少しでも早く EO 階級を攻略したいと思いますので、今回はその 2-5 の初心者向けの編成をメインに解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずこの 2-5 の階級の概要になりますが、ボス艦隊の敵機関の撃破でゲージが 25% 減少して、4回撃破すると回復クリアになります。おそらく 2-4 クリア後であれば初めて索敵地によるルート制御が必要になる回帰になってきます。そして指定艦任務などの状況を除くと2種類のルートでの攻略になります。戦艦が3隻まで編成できる北4線ルート、今回はこのルートで初心者向け編成を解説します。そしてもう一つが北より1線少ない南3線ルート、1線少ない分編成が軽いのである程度育成した艦や装備が揃った提督向けのルートになります。それでは北4線ルート初心者向けの編成の紹介です。編成が戦艦航空戦艦合計3隻、従順1、砲順1、水母1です。細かい条件は省略しますが、戦艦級3隻以下、空母系潜水艦0、水母1隻以下が条件になっています。低速艦を含めること、ドラム艦を2隻に1個ずつ装備することで北ルートに進めます。そしてこのドラム艦なんですが、装備的一番戦力になるのが航順です。航順が2隻いれば理想ですが、最初は最上ぐらいしか入手しやすい航順がいません。いない場合は水母や軽巡などをドラム艦装備役に編成しましょう。次に各艦種の装備の紹介です。まず戦艦航空戦艦、低速艦を含める必要があるので1隻は低速の航空戦艦を編成しましょう。空母が編成できないので戦艦より随運が装備できる航空戦艦の方がここは有利です。伊勢型、扶桑型が3隻いるなら航空戦艦にしましょう。装備は主砲2本、空一鉄鋼弾、随運で制空を取って弾着艦と射撃ができる装備構成に。もし戦艦だったら随運を索敵の高い偵察機に変更で OK です。次に航順水母のドラム艦要員です。砲順なら主砲2本、随運ドラム艦で昼連撃装備構成が理想です。 2-4 までに最上がドロップするので砲順1隻は確保できているかと思います。他に砲順が入手できていれば2隻砲順にしましょう。そして砲順以外だと千歳千代田をレベル12の2回目の改装した状態の水母に随運好評的ドラム艦で先制攻撃重視の装備構成が序盤は比較的用意しやすいです。水母は軽巡でもいいんですが、索敵を考えて装備組むと中途半端になりがちなので、できれば水母の方がいいような気がしています。最後に従順の枠ですが、従順、軽巡、駆逐などから自由に編成できる枠ですが、索敵高い艦がいいので従順がおすすめです。索敵が一定数以上ないとボス前逸れてしまうので、索敵重視で主砲2本、偵察機2の装備構成にしています。次にルート解説です。道中は条件を守っていればボス前までは固定できます。道中敵に空母も出てこないので随運装備しておくだけで制空確保が取れます。砲撃戦で殴り合いになるので少しでも航空戦で先に攻撃できると有利なので随運装備できる航順や航空戦艦が強いです。そしてボス前の分岐は艦隊の索敵スコアが一定以上満たしているとボスへ進むことができます。この索敵スコアというのが計算式があるんですが、手計算で簡単にできる数値ではないので、これも、いつも自分がおすすめしている制空権シミュレーターで索敵が足りているか計算するのがわかりやすいです。一応ちょこっと話しますと、ここ分岐点係数というのがあって、この係数が1の場合の索敵スコア49以上になるとボス固定できます。そして、この索敵を稼ぐときに覚えてほしい重要なポイントが今回1個あります。装備の種類ごとに索敵スコアにかかる装備係数が違っています。索敵を上げるときによく装備する偵察機と電弾は同じ数値でも偵察機の方が倍ぐらい索敵スコアが高いです。なので索敵稼ぐときは電弾ではなく偵察機を複数装備させましょう。そしてボス戦は 2-4 とほぼ同じような敵編成です。ただ稀に戦艦遺跡が空母の場合があります。空母が出てきても熟練度を上げた随運を航空戦艦や最上に装備させていれば航空戦を狙うことができます。 2-4 に比べると渦潮での軽減もなく戦艦3隻で戦えるので被害はそれなりに出ますが 2-4 よりは難易度は低いと思います。あと将来的にマンスリー任務で毎月やることになる第5戦隊出撃せよがこのルートで条件が達成できます。出
定の妙高型3隻、ドラム缶装備枠2隻で低速艦枠という形で任務をやるかと思います。あんまり今回話すことじゃないんですけれども、まあ編成例を紹介すると、まあ低速艦枠異世界とかでセク取るか、まあ慣れてきたら高順にセクを取ってネルソン級を入れて特殊攻撃を使うとか、そういう感じの編成ですかね。ということで、今回初心者向けの編成だけではなくて、次に南三線ルートの汎用編成も紹介したいと思います。編成が正規空母1、軽空母1、軽巡1、駆逐3の高速統一です。艦武の育成や空母の装備が揃ってくると、この編成の方が簡単になります。変換0、空母系1隻以上かつ正規空母は1隻以下、軽巡1、駆逐3がこのルートの条件です。正規空母と軽空母を1隻ずつ編成するのが一番重い編成になります。まず空母2隻の装備の紹介からですが、制空90ぐらいでボス制空確保が取れるので、このぐらいに制空を調整します。それ以外は開幕の航空戦用に雷装の高い艦艦を複数装備させましょう。また砲撃戦で空母から攻撃したいので、射程中以上の空母か射程長にできる艦爆があれば装備させて射程をアップします。次に軽巡ですが、先制雷撃できる艦か火力が高く主砲2本、手助け装備させて雷撃ができる軽巡を編成しましょう。やはり海にオツがいたら強力ですが、先制雷撃だけだったらアブクマ海にとか高速化して夕張海にとく、火力なら陣痛海にが強いです。最後に駆逐ですが、駆逐もできる限り火力の高い艦を編成しましょう。同地の砲撃戦が全て一巡しかしないので、打ち漏らしがないように駆逐も火力が大事です。ただし一部射程中になる電弾などを装備して空母の射程を邪魔しないように気をつけたいです。補強洞穴を開ける余裕があるなら熟練見張りを装備して索敵アップや、マルジが装備できれば装甲を上げておくのも有効です。そしてこの南ルートもボス前索敵スコアが一定数以上必要です。分岐点係数1の索敵スコア34以上でボス固定です。北ルートよりスコアは低いんですが、編成が軽めなので彩雲や電弾で索敵をしっかり上げておきましょう。ということで2の5の汎用編成の紹介はこんな感じになりますね。それでは最後に今回の動画のまとめにいきたいと思います。最初は北4線ルートでの攻略がおすすめです。この場合はドラム艦を2隻に1個ずつ装備、低速艦を1隻以上含める、航空戦艦工場に随を装備して制空取りと攻撃の両立、索敵スコアが足りるように装備を積む、そして育成や装備が揃ったら南三線ルートが楽に攻略できるという感じですかね。これから2の5をやっていきたいと思っている方の参考になれば幸いということで、この動画終わりたいと思います。この動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、ご評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも初心者向けの動画も投稿していますので、他動画にも目を通していただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。